はい、どうも皆さん、こんばんは。今回はですね、内藤哲也選手に関する、とある話をしていこうと思うんですけど、今回のお話、どういう話かっていうとですね、その海外ファンの掲示板っていうのがあるんですけど、新日本プロレスが好きな、海外ファンの方の掲示板があるんですけど、そこでその内藤哲也選手っていうのが、このとある、リストに入んなかったことに関して、いや、マジでおかしいだろと、マジでどうなってんだよと、そのリストはどうなってんだっていうふうに、非常になんかこう疑問の声とか、あと怒った声ですよね、苦言を呈する声っていうのが、結構たくさん上がってたんですよね。82件ぐらいコメントがあって、70件以上はなんで内藤哲也が入ってないんだっていう風な、そういう、コメントがたくさんあって、これは非常に興味深いなと思ったんで、今回は僕もね、その動画として、取り上げてます。で、内藤哲也選手が一体何のリストに入んなかったことな、入らなかったってことなんですけど、これPWI っていうリストがあって、その、いわゆる、なんですかね、こう、とある、海外メディアっていうのが、その、自分たちが独自にこう評価した、その世界のプロレスラーのトップ500みたいな、なんかそう順位を、毎年発表してるんですよ。例えばなんかこう、日本でもネットプロレス大賞みたいに、なんかこう、一番の今年の MVP とかね、東武スポさんがやってる MVP とか、あと一番活躍した団体とか、そういうランキング付けって、1年に1回あるじゃないですか。それの海外版だと思ってもらっていいんですけど、その PWI500 っていう、そのリストの500人に入った選手っていうのが、今年2023年バージョンっていうのが全員発表されたんですよ。で、さすがに500人全員はね、紹介できないんで、ちょっと一部をね、紹介しようと思うんですけど、今年がこんな感じなんですよね。ちょっとちっちゃいかもしれないんですけど、やっぱこう、世界中のいろんな選手が入っていて、例えば1位は、セス・ロリンズ選手。で、2位が、ローマン・レインズ選手。で、3位が、ジョン・モクスリー選手っていう風にこう、並んでて、例えば日本で言うと、7位に、新日本プロレスの岡田和親選手。ちなみに岡田選手は、去年2022年バージョンでは、2位に入っていたんで、順位としては落ちてしまったんですけど、日本勢としてはもうトップであると。あと他にも、ジョシュ・アレクサンダー選手とかコーディー選手とかいたり、あと11位にあれですよね、サーダ選手ですよね。我らがサーダ選手、現役の IWGP 世界ヘビー級チャンピオンのサーダ選手っていうのも、11位にランクインしていると。これやっぱサーダ選手っていうのは、岡田選手に勝利して、IWGP 世界ヘビー級チャンピオンになったことがかなりこう高く評価されて、11位にランクインしていると。他にも、ウィル・オスプレイ選手なんかが17位だったり、あるいは他団体で言うと、ジェイク・リー選手、現在、GHC のチャンピオンとして、絶対王者として君臨しているジェイク・リー選手も、23位であると。あるいは、ケニー・オメガ選手なんかも25位であると。ケニー選手は、序盤こそね、オスプレイ選手に勝って、IWGP US チャンピオンになったけど、やっぱ直近のフォービドゥンドアで、オスプレイ選手に敗れてしまったってこともあって、ちょっと順位を、落としたのかなっていうふうには思いますね。あと、27位に、高橋宏夢選手とか、あるいは29位に、清宮海斗選手とかね、あるいは33位に、シュン・スカイ・ウォーカー選手とかね、そういう結構日本人の選手も、ちょこちょこランクインしている、こういうその世界の、トップレスラー、順位500みたいな、リストがあるんですよ。で、これ結構僕今読み上げてて、ん?ってちょっと疑問に思った方いらっしゃるかもしれないんですけど、それが今回の、お話の核になるんですけど、内藤哲也選手の名前がとりあえずこれ34位以内に入ってないんですよね。それも結構、んって思うんですけど、これ実はですね、内藤選手、今年のこの2023年バージョンの、500位以内のリストに入ってないらしいんですよ、名前が。僕もね、全部確認できたわけじゃないんですけど、どうもこの500名の中に内藤選手が入ってないらしいんですよ。で、これは明らかにおかしいんじゃないかっていうのが、今回この海外掲示板を中心に非常に、話が盛り上がってるわけなんですよね。海外ファンの一部のコメントちょっとご紹介しようと思うんですけど、とある方が言うにはですね、今回その上位500名が出たんだけど、内藤選手っていうのはトップ500入りをしていないと、もうこれはもう間違いなく、このリストを作った人間側たちのミスであると。
まあ、他にもですね、確かにその通りであると。その例えば、確かに、内藤選手っていうのは、その無当選と、あとまあ G1 優勝以外、目立った戦績を残していないから、まあ、比較的こう順位が低いのは理解できるけど、リストに全く載っていないのは明らかにおかしいだろうと。まあ、他にもですね、今回まあトップ50に入った新日本プロレスのレスラーっていうのは、まあ、岡田和親が7位で、真田が11位で、オスプレイが17位、高橋宏夢が27位、ザック・セイバージュニアが、36位で、健太が40位、棚橋が、42位で、永田が44位っていう風に入ってるんだけど、まあ、そこに内藤が入ってないのは明らかにおかしいだろうとか、いや、オスプレイが17位っていうのも、私はちょっと正気とは思えないと。オスプレイよりも優れたレスラーが、17人もいるわけないだろうっていうふうな、まあそういう意見もあったりですね。まあ他にもですね、なんかみんなすごい驚いたっていうふうなこと言ってるけど、いやそれはそうだろうと。結局、まあこのリストなんかそのぐらいの、まあ大したもんじゃないみたいな、やっぱこのリスト自体のちょっとまあ信憑性を疑うみたいな、コメントもまあ結構あるんですよ。あともうこのリスト自体がもうフィクションだからもう全く関係ないよみたいな、結構そういうもコメントもまあ結構ついてたんですよね、これが。はい、結構まあコメントがあったんですよ。で、まあ僕はちょっと個人的に思うのが、まあ、確かに内藤選手って今年だけで見ると、まあそれこそまあ武藤選手に勝利して、まあ武藤選手に引導を引き渡したのと、あとやっぱ一番でかい直近の活躍が、まあ G1 クライマックスの優勝っていうのが確かにまあでかいんですけど、逆にまあそれ以外の活躍っていうのは正直内藤選手って目立った活躍ができてなかったですし、まあ特にやっぱその最近内藤選手って結構その、なんですかね、こうトップ戦線にまあ、ずっとやっぱ絡めていなかったんで、まあ、そういう意味では確かに内藤選手がまあ上位トップ10に入ってるのはまあ確かにおかしいっちゃおかしいし、まあ、トップ30ぐらいに入ってるぐらいかなっていうふうにちょっと思ってたんですけど、まあ、今回まさかの、まあ、僕が確認しただけでも、トップ100には、までには内藤選手の名前なかったんで、さすがにちょっとそれは、内藤選手のことを、過小評価しすぎなんじゃないかっていうのは、僕も正直ね、思ってますね。はい。まあ、このリスト自体は僕は、まあ、そんなにそこまでひどいとは、まあ、思わないですけど、ただやっぱり500人もいるんで、まあ、ところどころ突っ込みたいところは、まあ、あります。僕もやっぱ個人的に、まあ、オスプレイ選手17位っていうのは、ちょっとまあ、おかしいと思いますね。あなた、オスプレイ選手は僕は岡田選手よりも、今年はもう活躍してると思うんで、岡田選手が7位なんであれば、もうオスプレイ選手は6位とか、まあ、全然もう本当3位とか2位ぐらいに入れても、いいんじゃないかなっていうふうには思ってますね。あとまあ他にもね、その国内他団体で言うと、まあノアの、ジェイク・リー選手とか、まあ清宮海斗選手とか、あとドラゴンゲートの、シュン・スカイ・ウォーカー選手は結構かなり上位にランクインしてるんで、まあその辺、ランクインしてるんで、まあ、ちゃんとこう日本のプロレスのことも、考えてリストを作ってくれてるんだなっていうふうには思うんですけど、まあ、内藤選手がトップ100にも入ってないのはさすがにちょっとまあおかしいだろうなっていうふうにはちょっと僕も個人的にはね、まあ、結構共感はしていますね。まあ、果たして、はい。まあ、っていうふうにね、確かにこのリストに関してはちょっとまあ、信憑性を疑う部分もあるんですけど、ただやっぱ内藤選手に関しては、まあ、これからですよね。G1 クライマックス優勝して、まあ、ほぼほぼもうやっぱ東京ドームの、まあ、メインイベントが確定されてますので、これやっぱ東京ドームのじゃもしメインで、真田選手に勝利して、まあ、IWGP 世界ヘビー級のベルトを巻くことになれば、もう来年ですよね。2024年間違いなく、内藤選手の年としてスタートするんで、これはもう次をね、PWI のリストも、内藤選手上位ランクインすると思いますので、まあ、次の来年のね、内藤選手の活躍と、あとまあ今年ですよね、今年の内藤選手の活躍にもね、期待したいと思います。まあ、逆転の内藤哲也って言ってるぐらいなんで、やっぱ後半からこう巻き返すね、可能性が非常に期待できますので、内藤選手ファンの皆さんはね、内藤選手から目を離さずにね、今後とも新日本プレスを一緒にね、見ていきましょうというわけでね、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上。